はい、ルームセンターの翔太です。本日は一般的な知られてない体の秘密や可能性を楽しく紹介させていただこうと思っております。はい、本日のテーマなんですけども、大腰筋のバネを引き出すヤジロベーター機能についてですね、紹介していけたらと思っております。大腰筋はですね、スポーツのパフォーマンスを上げるためにですね、最重要ではないかなと思っているような筋肉でございます。で、あると、それだけでね、バネが出たりするわけなんですけども、今回紹介させてもらうヤジロベータ機能を使うとですね、普段持ってる大腰筋の機能がさらに上がるっていうね、結構お買い得な、非常にね、パフォーマンス上げるためには非常に有利な機能がありますので、その辺をですね、紹介していけたらと思っております。はい、では始めていこうと思います。はい、いきます。大腰筋のバネを増やすヤジロベータ機能ですね。どういうことかと言いますと、大腰筋ってね、背骨から両方の股関節の内側についてるわけなんですけども、ここが、まるでヤジロベーのように左右が均等に釣り合いつつ、まるでエレベーターのように上下に動く。それを足してね、ヤジロベータ機能と呼んでるんですけども、そういうふうな機能を使えると、大腰筋というのはですね、非常にパフォーマンスが上がるというような性格があります。どういうことかと言いますと、例えばこれ、一例ですね、走ったりする時の一例なんですけども、例えばスイング側の股関節の大腰筋がパーンと効いた場合ですね、こっちがすごく効いた場合はですね、走る時もスイング側の股関節でこう加速することができるんですけども、こっちが強くて一瞬こうプッて速い場合はですね、実はこっちの大腰筋が機能がね、ちょっと遅れるんですね。例えばスイング側が速くなると、その分だけ背骨がこっち側にこう振られてしまうんですよね。振られてしまって、こっちの大腰筋がちょっと薄くなります。こんな分かりやすくね、ゼロにしてますけど、ゼロにはならないですけどね、ゼロにはなってないんですけど、薄くなるんですね。で、こっち側は若干アウター寄りに崩れます。中殿筋寄りに崩れて、立脚側、支持側の大腰筋がちょっと薄くなるっていうのが問題です。しかも背骨がね、こう振られちゃうしまうので、輪ゴムで言ってしまうと分かると思うんですけども、背骨が真ん中で安定していると、輪ゴムみたいにね、ゴムがこうギュンと縮んで、股関節がパーンって、持ち上がるわけなんですけども、この背骨側もこっち側ね、股関節側は寄ってしまうので、この股関節のスイング側の機能もちょっと落ちちゃうっていうね、デメリットが出てくるんですね。で、逆に、例えば立脚側。この蹴る側ですね。こっち側の股関節がうまく使えて、こっち側の立脚側の大腰筋がうまくパーンって入る場合は、蹴る方がね、メインでパーンって蹴れるんですけども、この前、スイングする方は、大腰筋があんまり効かずに太ももの前に入っちゃったりします。こっちの場合は、このタイミング的には蹴る、出すっていうようなタイミングですね。ふうになっている形ですね。これも同じで、もちろんこのこっち側ね、大腰筋が使えないという問題もあるんですけども、こっち側、立脚側もスタンス側も背骨がね、こう引っ張られてしまうので、こっち側の大腰筋のバネもちょっと減っちゃうっていうね、デメリットが出てきます。じゃあこういったね、デメリットを解消するにはどうしたらいいかというと、タイミングを合わせるっていうのが非常に重要になります。スイング側の股関節とスタンス側、立脚側の股関節、このパンパンっていうね、この大腰筋の使うタイミングを同時に行うっていうのが大事です。同時に行えると、背骨が真ん中で安定して、軸が通るような感覚になるんですね。すごく軸が通るような感覚になってですね、真ん中がぴったり安定して、それによって、スイング側の股関節も真ん中に向かって、ピュンと引っ張られるし、スタンス立脚側の股関節もしっかりと大腰筋でバネを下に向かって作ることができる。走りで言うと、スイング側で加速もできるし、蹴る側で加速もできる。ダブルで使えるような状態になってくるっていう感じですね。しかも、背骨にこうやって振られて、背骨がね、こう、左右にね、引っ張られることがなくなるので、大腰筋も左右ともきっちり使うってことができるってことで、非常に大腰筋のパフォーマンスが上がります。ちょっとね、ややこしいので、もう一回だけまとめますと、大体ね、ずれてるパターンっていうのは、例えば、スイング側が速くて、立脚側、支持側が遅れる。パターンか、もしくは立脚、支持側、蹴る側が速くて、出す側が遅れるパターン。要は両方とも 1-2、1-2 のテンポになってちょっと崩れるんですけども、これによって大腰筋の機能がちょっと落ちちゃうと。これをぴったりと矢印ベータ機能で釣り合わせる。要は1のパッのタイミングで両方とも入れれる。スイングも立脚側も同時にタイミングが入ると、真ん中に軸ができて、真ん中で大腰筋が釣り合って、両方とも大腰筋のパフォーマンスが発揮される。と、バネがさらに強くなるっていうようなことになります。
なので、あなたがですね、弥生菌のバネをもっともっと強くしたいと思うのであれば、この真ん中で釣り合い止める、スイングと立脚側の股関節のタイミングを合わせて、真ん中に軸を作るっていうのが非常に重要なポイントになります。はい、そしたらですね、最後実演してみたいと思います。はい、そしたら最後実演していきたいと思います。弥生菌の矢印ベータ機能ですね、っていうのはですね、真ん中の背骨に対して大脚をついて股関節ついてます。でこの2つの股関節のタイミングがこうぴったりはまると、真ん中の背骨が安定して両方の大腰筋がこう使いやすくなるというものになります。で、うまくできてない時はどうなってるかというと、例えば、スイング側ですね。スイング側の股関節も大腰筋はかって効いてるけど、こっち側、肘側がちょっと崩れる、遅れる。こっちが速くて、こっちが遅れると、まあ、極端なとこういう感じになります。で、スイング側も背骨が引っ張られちゃうので、ちょっと、効きも弱くなってしまいます。まあ、走ったりすると、スイング側で加速はできるけど、こっちの蹴りですね、バネ側がうまく使えないので、ちょっと速く走れないという形になります。で逆に、この肘側ですね、肘側の股関節がしっかりとこうはまってるけど、上げる側が遅れる場合はですね、こっちが太ももの前に入って、足が重たくなったりとかします。まあ、そうすると、接地のバネは作れるんですけども、上げる側が遅くなって、ちょっとピッチが遅くなったりとか、この足上げがもも前で入っちゃったりとかします。これも一緒で、こっちに、この背骨が立脚側に引っ張られちゃうので、こっちのね、肘側のバネもちょっと弱くなってしまいます。でこういった欠点を解消するために必要なのが、この両股関節を真ん中の背骨で釣り合いを取らせてタイミングを合わせるってことですね。タイミングを合わせると、肘側の大腰筋もバチッと効くし、スイング側の関節もバチッと効いて背骨が真ん中で安定するので、バネが簡単に出るってことですね。そうすれば走る時のこの接地の時にしっかりタイミングを、接地側も強くなるし、スイング側の加速も作れるしっていう、まあ、2つお得なことが起こるって形になります。いけますかね。はい。ではですね、実際に練習の仕方ですね、やっていこうと思うんですけども、まずは股関節をちょっと上下にですね、ずらす、まあ、特に下にね、こうずらす練習をします。まあ、特にこう支える側の股関節を下にこうコンって下ろすイメージが結構重要になるので、まず股関節を、まあ、こう要は骨盤に股関節がこうはまっているところから股関節をこう下に落としていくイメージで落としていきます。よくある失敗としては、こう腰をこうね、ひねってしまうこととかあったりとか、この骨盤ごとこう落としていってしまったりとかするんですけども、できればこのここですね、股関節を落とす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 という練習をしていきます。で、なんとなくここに隙間が出てきたら、その感覚を使って地面をこう押します、股関節を。なぜ？で、押すタイミングに合わせて、この股関節、このスイング側の股関節をぴったりタイミングを合わせていきます。例えば、ちょっとずれてると、こんな感じなんですけど、ちょっとずつこう、はまってくると、こうはまってくるとかですね、ぴったりはまってくると、どんどんバネが強くなるというような形になってきます。なので、このタイミングをしっかりと合わせるというのがポイントです。で、どこでタイミングを合わせるかというと、ここで合わせようとする人が多いんですけど、ここで合わせるとずれちゃうので、この最初の、この一番最初に、この足を上げる瞬間ですね、上げる瞬間の股関節をしっかり押して、この押す瞬間に、この、接地側で地面を捉えつつ、上げる側、スイング側の股関節をキュッと大泳ぎでぴったり上げると、バネが、力を入れなくても、勝手にね、足がフワンと上がるようなイメージが出てくるっていうかです。力いっぱい上げるとね、なんかこうこんなになったりとか、こうなんかこうとかで頑張って上げてるような、こう力で上げてるような感じになるんですけども、力じゃなくてタイミングですね。タイミングで上げると、しっかりとバネが出ます。っていう形ですね。まあ、これはね、走るときとかも使ってもらうと、接地のね、瞬間にしっかりとバネが出たりとか、ピッチがね、上がったりとか、っていうことのメリットがいっぱい出てきますので、ぜひともね、やっていただければなと思っております。はい、ということでですね、大体いけましたかね。まあちょっとね、難易度的には少し高めかなと思います。とにかくね、股関節のイメージがないと非常にしんどいので、なかなかね、やっててもよくわからないなって人は、まず股関節を開発するね、股関節をしっかり緩めてもらうようなことから始めてもらって、で、股関節が分かってきたら、その股関節を上下にずらして、そのタイミングを合わせるっていう感じですね。やってもらうといいかなと思います。で、逆にね、こう真ん中意識する方がやりやすい人もいたりするので、まあ今ちょっとこう背骨、股関節意識でやったんですけども、じゃなくて、この真ん中ですね、大腰筋メインでこの体の軸を意識して、真ん中を真ん中で釣り合わせてやるパターンでも
OK です。こっちだったりとか、まあ下部が得意な人は下部でもいいです。下部で合わせてもらうっていうのも OK です。真ん中のセンターの真ん中の背骨を意識して釣り合いを取るか、両股関節のタイミングを測るか、まあ、どっちでもいいのでやりやすい方でやっていただけるといいんじゃないかなというふうには思っています。でよくある失敗は、タイミングがずれることと、足上げる方がね、すごい太もも寄りになったりとか、地面を踏むときに股関節のイメージが分からなくてちょっと外寄りになっているとかということがありますので、まあ、その辺がね、どうしても改善しないっていう人はですね、まず体の細分化ですね、緩めるところがね、ちょっと足りてない可能性が大なので、大腰筋スタートセットでね、紹介させてもらった動画ですね、この間出させてもらった大腰筋スタートセットの、ケアを、まずはしっかりと一生懸命やってみてください。やっていくと、多分この感覚もどんどん分かってくると思いますので、そこでしっかりやりながら、この大腰筋のね、この、釣り合いを取る練習ですね、やっていただければなと思っております。で、まあ、ある程度ね、できた人ですね。できた人は、まあ、これを使って坂道とか、もしくは階段とかね、ちょっと負荷かけてやってもらうと、その、何ですかね、一生懸命ね、こうやって足で漕いでるイメージが多分、普段あると思うんですよね。こう、グッと押してるイメージのある人は、これが、もう、スーッとね、ふーっと上がっていくような感覚が出てきますので、こう、エスカレーター乗ってるみたいなね、感覚が出てきますので、ビビビビビンっていう感じがね、出てきますので、ぜひともやっていただければと思います。こう多分1、2ってイメージが、こういうイメージに変わるっていう感じですね。こう、右、スイングとスタンスが、こう、釣り合いが取れるので、押せば上がるし、上げれば押すしって感じなので、こういう感じでどんどん上がっていくって感じになりますので、このとにかくね、力を入れずにバランスをとって、こう、大腰筋のバランスをとってやると、すごくね、力み感がなくなりますし、バネも出るし、ピッチも上がるというね、まあ、相乗効果として使いますので、ぜひともね、やっていただければと思います。で、まあ、走る動きが関係ない人ですね、関係ない人も、実はこれ、大腰筋の、この下の方ですね、下部とかを強くするには、非常におすすめのトレーニングになっております。まあ、ダンスだったりだとか、まあ、スノーボードだったりとか、まあ、ジャンプ系の人でもいいんですけども、とにかくね、大腰筋をしっかりとね、この下部のところですね、この辺が使えると、バネってすぐ出るんですけども、それを鍛える練習としてもね、非常に使えますので、まあ、トレーニングとしても使っていただいてもいいですし、まあ、具体的に、ね、走るパフォーマンスに活かしていただくのもできるので、まあ、非常にやってもらうのにね、メリットが盛りだくさん の練習になってますので、ぜひともですね、このヤジロベーターの練習をやっていただければなと思っております。はい、ということでね、今回はこれで以上にさせていただこうと思っております。ギルモ生態ですね、Twitter、Instagram もやってますので、そちらもですね、チェックフォローよろしくお願いいたします。もっとですね、パフォーマンス上げたいっていう人はですね、オンラインスクールやってますので、そちらの方もですね、概要欄の方から飛んで見てみてください。で、具体的にね、体見てパフォーマンス上げたいっていう人はですね、ユリモ生態の方に、ね、予約していただくのも、いただければと思いますので、そちらの方もね、ホームページの方からまた予約よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回はこれで以上にさせていただきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。